入ってないですけど僕入ってないですけどはい、しゃがんぼ皆さんこんにちは、こんにちは、たい焼きみかんです。こんにちは、ちょ、ブレブレちゃうブレブレやな。たい焼きみかんですってどうなんやろ。まだ決まってない、うん、これでいいか。いいよ、中行く。いや、いいんちゃう、もうこれ使おうはい、ですね、今日はなんとたい焼きの一人で住んでいた時のルームツアーの動画になります。はい、はい、でたい焼きが一人で撮影して一人で編集するというね、ですね、頑張っていました。しゃべりが下手くそでは早速本編に参りましょう。どうぞいやいやはい、どうもこんばんは、西岡さんです。自分で言うな。ということで今日は初のルームツアー、西岡さんの部屋行っちゃいたいと思います。では、はい、ということで早速中に入ってきました。今日はですね、自称ちょうどいいミニマリストということで、物の少ない生活をしているので、ぜひよかったら見ていってください。まずは玄関からいきます。はい、という感じで玄関を開けて入ってきたら、こちら、デデン、こんな感じになっております。これはもうイチャつきまくり。これは鍵、そしてこれはめちゃくちゃお気に入りのトムウッドのリングです。これはマジでお気に入り。もうちょっとこれぐらいでかいのつける機会はなくなったんですけど、これはもう一生大事に使います。で、こいつはよく動画に出てくる観葉植物、いつもはここにいます。撮影するときだけ向こうに持っていくという感じです。これは鍵で、これは彼女と一番最初に行った時の思い出の品。そして後ろになんか芳香剤みたいなやつだから、ちょっといい匂いがする。こういう感じでめちゃくちゃシンプルになっております。で、上、これ下駄箱っすね。うーん、じゃーん、こんな感じになっております。黒が好きなんで黒の靴が多い。もうもはや空白ばっかりという感じで、これもめちゃくちゃお気に入りのフィリップモデルの靴。これは多分ザラのローファー。これ可愛いよね。で、これは100均で買ってる、ごまかしの黒クリーム。この辺はなんかもらったりとかしたけど使わんやつ飾ってる。で、これは最近フットサルチームの先輩にもらっためちゃめちゃかっこいいシューズ。もうこれは売ってない。マジでかっこいい。最強。そしてこれはサッカーしてた時に後輩にもらった靴。なぜかかっこいいからあげれずに置いている。で、レガとなんか袋がありますね。だいたい靴は上に収納する感じで、もうこれ以外の靴はほぼもうあげたりとかしました。全然ミニマルじゃねえ。続きまして注目の下スペースいきます。この下が結構個人的にはおもろいスペースだと思っている。さあ何が出てくるんでしょうか。でん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 そんなに引っ張ることじゃねえ。はい、こんな感じになっています。ここのポイントは何やろ。ポイントというか、まあ結構、まあ、すごい見た目はすごいシンプルにしたいんで、この辺にもらったものとか時計とか、でもアップルウォッチにしてから全然使ってないな。これは結構ミニマリスト系出てるかもしれない。結構僕もキャッシュレス推進なんで、もう基本現金また、まあ、持ってるけど、これやって、まあ、なんか支払いやった時とかに一気にこれするとか、なんか現金で払いそうやなみたいな時にこれをポッケにぶち込んでそのまま持っていくみたいな。だからできるだけ現金はそのままもうある分は使い切って
いきます。この辺は、あ、鍵とかが入ってる。で、これはなんか携帯立てるやつもらったけど全然使ってない。これはカッパ。これ僕の日記な、日記というか手帳なんですけど、毎日めっちゃ書いてて、これ多分結構えぐいと思う。うわ、めっちゃ書いてる。結構今日何があったとか何したとかめっちゃ全部書いてて、4年ぐらいずっと続けてたんですけど、紙パック普通にちゃんとリサイクルするみたいなやつと、あとはこれやな、これ何みたいな感じになると思うんですけど、僕ゴキブリ出た時にまんま出へんけど、これ牛乳パックめっちゃ使えるんですよ。これをこうゴキブリ出たらこう追い込んでバーンってやって、でこうシュッってやってこうすくって入れて、その上から洗剤を垂らして生け捕りにするっていうゴキブリ界のスーパー反逆児みたいなことするっていう、余ってるところに全部ぶち込んでいくっていう感じのスタイルでやってます。あんまり。次は部屋の中に入っていきます。バイバーイ。はい、では続きまして台所。ピューン。まあこんな感じですね。だいたいこんな感じです。夜やしな、換気扇回しとくか一旦回す意味ね。はい、だいたいもう料理はそんなにしないんで、もうガスのやつも買わずに、あのガスコンロみたいなやつにして、まあ、何かあればそれでパッと作るっていう風な感じにしてます。でもうフライパンは1個だけ、あとはまな板で、あとゴミ箱ももう持たずにっていうか、もうこういう袋にバッて入れて、溜まったら縛ってすぐ捨てるみたいな感じでやってます。で洗って干す、干したら直す、なんかこんな感じっす。一人暮らしの男子はマジでいらない。次ででーん、バカみたいにいっぱいやる。何これ、恥ずかしい。こんな顔な、こんな買うな絶対。どんだけあんのこれ。入れとんねんな、ちゃんと。いっぱい買ってくれています。はい、次中は、僕もここはほぼ使わないんでこんな感じ炊飯器すら入ってる。こんな感じでラップとか入れてます。感じでやってくれています、ありがたい。収納するものを買うと買っちゃうっていう感じがあるんで、こんな感じでやっております。炊飯器とかは炊くときに出すみたいな感じ。はい、これ終わり。次、ここは袋とか、ここはお皿。お皿こんだけある意味がない。はい、この広大なスペース空きからの冷蔵庫、小さめ。ほんまは冷蔵庫もっとちっちゃくてもいいんですけど、とかこれとかはずっと一人暮らし使ってるやつ、これもなんかもらってずっと使ってるやつ。さあでは禁断の冷蔵庫を開けていきたいと思います。はい、何にもない。やりたかったやつで、冷凍庫、このうどん、冷凍うどんだけはマジ絶対に置いてる。あとはなんか米の冷凍したやつと氷。はい、寂しい冷凍庫、終わり。あ、台所シリーズどうだったでしょうか。めちゃくちゃ適当にやりました。また次も見てね。バイバイ。はい、ということで続きましては洗濯と風呂場行きに行きます。ブワーン。こんな感じです。洗濯機もこれマジでお気に入り、めちゃくちゃ小さい。これマジで一人暮らしの人におすすめす、ベスト、なんかよくわからんけど、これマジで一人暮らしの人におすすめす、ベスト、おすすめす、ベスト、おすすめす、ベスト。ここは突っ張り棒でなんか置いて、大体この辺のやつも100均かな。であと洗濯カゴと、まあ、この辺化粧水と、あとこの辺はもうほぼ彼女のなんか荷物とかが。ウーのデザインかっこいいし好き、それだけで使っているでも極力も置かないようにして、置かないようにっていうか物自体が少なく、この辺とか配線めっちゃ残念やけど、今これになってる、めちゃめちゃ恥ずかしい。では続きまして、みーん、お風呂。結構あれかも、いいポイントかもしれない。
あのぬめぬめするのが嫌なんで、この SG とかにかけて吊るしとくのめっちゃ好きっすね。 OK。 続きましてトイレ行きます。一周濡らしてます。ティッシュとかいろいろ、もうあれも置かない、掃除しやすいし、こっちの方がこんな感じです。でトイレは絶対座ってする男。ではついにラスト、お部屋に行きたいと思います。こんな感じです。でよくインスタとかで撮ってたやつはこの辺からこういうショットをパシャリみたいな感じですね。これは多分ニトリの鏡やろ。でこれ無印のテーブル。でこれはずっと大学から使ってるやつ、なんかの付録。でこれは無印の椅子ですね。もうよくあるあるって感じで、この緑のマットはダサすぎ、もうちょい深い色が良かった。でこれはとりあえず生きて Mac を置いた。で飲み物とお菓子で、まあ軽くなんか思いついたらペンみたいな。であんまり基本家にいないんでこんな感じ。おっ、こいつおった、こいつ最近入荷しました。結局身長的に最大のマックスの高さにしても取られへんっていう絶望的な状況。はい、まあこんな感じで生活しております。いや畳もう、これとか畳もうよ、ちゃんと畳もう絶対。はい、中は本当にこんな感じでマジで何もないっす。こんなで、大体いつもこっち側にカメラをセットして、ここで立って撮るみたいな、立ってて座って撮るっていう風な形にしてます。はい、マジで何にもないですね。では続いてクローゼットの中に行きたいと思います。こんな感じで、でんてんてんてん、やばい、暗い。はい、暗っ、暗いからライトをインしました。はい、こんな感じですね。もう服とかもマジで何もない。わ、これは去年チームで使わせてもらってたやつ、スポーツ使う時に置いております。だからもうだいたいシャツ 2枚ぐらいと、まあなんか外に着れるやつとかと、まあカバンで、これ靴最近もらったからこれいらんから誰かあげる。あ、やばい、いや恥ずかしい。でまあ大体もうここに入るぐらいのものだけ持って、で上はちょっと変わるものとかがあるんですけど、まあ、大体こんな感じで収納してて、まあミニマリストとは言いつつも、まあこれでもだいぶ少ないけど、まあ基本着たいものは着るみたいな感じですね。であとは掃除機。いや、このスペースをもっと使え。もうで洗濯物のやつとか、まあ、最近室内干しにしてるんで、ほんまはこの上のとこに棒刺してやるんですけど、もう今直すときはだいたいここに直して、干すときにそっちに移動するみたいな感じでやってます。でハンガーは基本なんか揃えたいんで、洗濯するやつはこれで、干すやつはこのこれ、どっちも100均かな。こんな感じですね。はい、ということで、たい焼きルームツアー頑張って編集しましたね。そうですね、初めてのことだったんですけど、やっぱりいろんな動画を見ていろんな勉強しながら自分にできることできたかなと思います。何のインタビューなの。動画を締めてください。はい、ということで今日はたい焼き単体になりましたが、これから、2人で住んでいる家とかのルームツアーをやったりするので、また見にしていただくとともにチャンネル登録よろしくね。たくすかバイバーイ。よかった、うん、よかった、よかった、よかったね、よし。はい。